はい。それでは直角三角形やっていきましょう。はい。えー、直角三角形、まずその合同条件をやっておきたいんですけれども、まず直角三角形でですね、その直角の向かい合っている辺、こういうのを斜辺って言います。まあ、一番ね、えー、直角三角形の辺の中で一番長い辺になるんですけれども、それがこの直角と向かい合っているね、直角になっている角と向かい合っている辺が斜辺で必ずなります。 でこの斜辺同士が等しいことをまず必ず示してくださいあ。もちろん直角であることも条件です。直角で、そしてその斜辺が等しいということですね。あとは、一つの鋭角ですね。で鋭角って何やねんって言うと、90度よりもちっちゃい角度のことですね。まあ見たらわかりますけど、これ90度よりもちっちゃいですよね。 はい。えー、直角以外にですね、この一つの鋭角が等しいことが示されたら、これ合同に必ずなります。こういうところはね。これが直角作けの合同条件ですね。はい。で、えぇ、ー、まあなん、まあ、でかやってちょいと言うとですね、まあこれだったらですね、まあ二つ等しかったらですね、まあ必ずこの三つ目も等しいですよね。わかるよね。こうとこう一緒で、こうとこうも一緒であればですね、 ま、三角形の内角のは180度ですから、必ずこの角 B と角 E も同じ角度になるわけですね。そうすると、一組の辺とその両端の角度がそれぞれ等しくなるので、これ合同になりますよね。うん。まあ、そういった理屈からですね、まあ、斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいと、これ合同になるわけですね。うん。はい。あともう一つがですね、えー、斜辺と他の一辺が、 それぞれ等しいと、これ合同になるんですね。はい。で、これはですね、まあなんでかっていうとですね、こことこの AB とね、この ED をね、これくっつけるとですね、ちょっとこれぴったりくっつくんですよね。そう。で、二等辺三角形ができてくるので、定角が等しくなってくるので、つまりこことこう一緒になるんですね。うん。 で、この子一緒になってくるってことは、やはり三つ目の角度も等しくなるので、はい。二組の辺とその両端の角、あ、ごめん。二組の辺とその間の角数ぞり等しいので、これ合同なわけですよね。うん。まあ、そんな感じでですね。まあ、結局ちゃんと合同になってくれるんで、これを使っていきましょう。はい。えー、ではですね。はい。えー、右の図で、角 AOP と角 BOP がこう等しいと。もう書いとこうかな。うん。 で、各 PAO と各 PBO がまあ90度であると、うん。はい。その時ですね。えー、こちらでイコール90も書いてくださいね。結論が、この PA と PB が等しいと。まあ、こことこ等しいことを証明するってことですね。まあ、そしたらもう間違いなくですね、三角形 AOP と三角形 BOP のですね、合同証明していけばですね、えー、対応する辺等しいので、PA イコール PB が言えますよね。 はい。えまずこう書いていただいて、まず仮定よりですね、各 AOP と各 BOP 言っときます。一つの A 角になってきますね。等しいことが分かります。そして、ここですね。各 PAO イコール各 PB イコール90度。このイコール90絶対書かな、ダメです。これ書かないと直角三角形の合同条件使えないんでね。えこれも仮定ですね。直角っていうのも分かったと。さあ、あと一個大事なのが、 わかりますか直角三角形の合同条件使うにはもうとにもかくにも斜辺等しいことがね、等しいこと言わさなダメなんで、はい。ここの OP と OP、これ等しいんですね。うん。だって共通だからね、これ。共通だから等しいですよね。斜辺等しいと。ということで、直角三角形で斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい。よって合同でありますね。対応する辺等しいので、 P PB となるわけですはい。ではですね、一緒にこちらの方、えー、やっていきましょう。うん。あ、さっきの、えーまあ、ここにね、書いてくれてましたね。わかりやすくね。まあ、なんで、こう、他の一辺が等しいとですね、まあ、合同になってくるのかと。斜辺と他の一辺ね。まあ、ここと AB とこの DC がくっつくんで、 でね、えー、二等辺三角形になってきますよね。だから、定角等しいんでね。なってきて、えー、まあ直角三角形の合同形でやってますね。直角三角形の斜辺と一つの角等しいから、まあ合同だよ、ということですね。まああとはまあ二つ等しいから、三つ目も等しいから、一辺と、両端の角度一緒等しいから合同って言えますよね。だから合同になってくる、ということでした。はい。そしたらですね、これをやっていきたいんですけれども、まあ これはいけるぞという子は一旦ビデオ止めてほしいですね。で、自分でやってみて、えー、答え合わせしていってほしいなと思います。はい。ではやっていきます。過、え、程、ー、は、もう書いてますことを書いていきましょう。と、と。と、各 PAO イコール、各 PBO イコール90ですね。結論が、各 AOP イコール各 BOP。 うん。って感じでしょうかね。はい。で、えー、書いていきます。形の方にね。はい。等しい、等しい。直角、直角。こんだけ分かってますね。はい。あとは、斜辺。ここ等しいこと言わな、ダメ。これは、共通ですね。はい。これで、合同条件は、直角三角形で、斜辺と、他の一辺がそれぞれ等しい。というやつになって、合同になりますよね。 で、結論である各 AOP と各 BOP 等しいと言えると思います。はい、では証明していきましょう。三角形 AOP と三角形 BOP においてですね。はい、えー、まず、P、仮定で B といきましょうか。はい、PA イコール PB。括弧仮定。 角 PAO イコール角 PBO90 度おにこり90絶対入れます、はい、それ使か言わないとね直角三角形のコード条件にならないんでねはいで OP イコール OP これは共通ですねこれで斜辺等しいことも言えましたねはいでコード条件書いていきます直角 三角形で斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいになりますよね。よ、はい、って合同ですね。はい、合同になりましたので。 よって結論も見えちゃいますね。対応する角は一緒に合同になったら対応する角は等しい,いからね。AOP と BOP としい言えると思います。はい、以上になります。